富山地方鉄道14,710系電車。富山地方鉄道14,710系電車。富山地方鉄道14,710型電車は、富山地方鉄道、地鉄が1967年、昭和42年から1968年、昭和43年にかけて、老朽化した従来車の代替を目的として、名古屋鉄道、名鉄より、 同社保有の3800系電車を譲り受け、導入した電車である。14710系という大きな数字を用いた形式称号は、電動車に搭載する主電動機の出力を、馬力換算した数値を形式番号の上3桁、ないし2桁に用いる、私鉄独自の車両形式付与基準に則っ,ったもので、 14710系の場合 110kW147PS 級の主電動機を電動車へ搭載する形式を意味する。導入当初は車体塗装を地鉄仕様に改めた程度で、名鉄在籍当時の原型を保った状態で運用されたが、後年複数回にわたって施行された各種改造により各部が地鉄独自の仕様に改められた。 14710型は主に、立山線、上滝線において運用され、1993年、平成5年まで在籍した。以下、本校では14710型を、本形式と記述し、また、編成単位の説明に際しては、制御電動車も、84710系の車両番号をもって、編成故障とする、例。 もは14,711区派11の編成であれば14,711編。陸上交通事業調整法を背景とした地域事業者統合によって1943年、昭和18年1月に発足した富山地方、鉄道は非合併事業者各社より運営路線のほか、車体の規格や主要機器の使用などに一切互換性のない多種にわたる、 運用車両を継承した。1960年代に至り、富山地方鉄道は、合併による継承車両のうち経年が高く老朽化が進行した車両群を統一さ多性能の車両に代替することを目的として、同時期に廃車が開始された、名鉄3800系、もう3800系、区2800系を譲り受けることとした。 名鉄3800系は、私鉄14750型と同様に、私鉄郊外電車設計要項に基づく、運輸省企画系電車で、なおかつ14750型と、同じく同要項、A 形、車体長17000ミ、mm、リメートル、車体幅2700ミ、mm、リメートルに基づいて、申請された車両であり、さらに電装品についても、名鉄3800系、 私鉄14,750系ともに、東洋電気製造製の機種を採用しており、それらを根拠に両形式の互換性の高さを理由とし、導入に至ったものとも指摘される。ただし、全者とも、導入当初は、譲り受けではなくり入れの形で入線し、名鉄在籍当時の原形式、原番号のまま運用された後、正式譲渡を受けて私鉄における。 車両形式が付与されるという手順を踏んでいい。以上の経緯により、制御電動車も、配14,710系14,711から14,717、も波14,714ケ制御車区波10系11から18、区波14ケの7編成14両が導入された。全長17,430ミ、mm、リメートル。 全幅 2744mm に扉構造編運転台仕様の反抗性車体を備える。導入に際しては車体周りの改造は一切行われなかったため、もは14717区波17もは14718区ハ18及び区ハ1の5両は、高運転台仕様で全面窓が小窓化されており、 もは14,712、区波 12, 12、もは14,718、区ハ18は、側面が、原型の木製冊子のままであることなど、各社で、名鉄在籍当時の改造内容の際による相違が、存在した。車内設備については暖房装置の新設が施行された、程度で、名鉄在籍当時のロングシート、白熱電灯仕様の車内照明、 壁面にす塗り仕上げ仕様のまま収益した。ただし、車体塗装のみは全車とも導入に際して変更され、創価補強体、ウィンドウシルの下端部を境界として、下半分を濃いオレンジ、上半分を薄いオレンジの2色塗りとする、当時の地鉄において、急行色と称される塗装に改められた。主要機器についても、同様に、名鉄在籍当時から変化はない。 電動化無軸式の東洋電気製造 ES-516C 関節自動診断制御装置 TDK-528QHM 直流直巻電動機端子電圧 750V 時定格出力 112.5kW 同定格回転数 1188RPM ともいずれも14750タが搭載する 機種と型番末尾のサフィックスのみが異なる同型機種である。ただし、歯車比が14,750系の3.44に対して、本形式は3.21とわずかに異なるほか、本形式の制動装置は AMA、ACA 自動空気ブレーキであるのに対して、14,750型は1962年、昭和37年に制動装置を 原型の AMA 自動空気ブレーキから HSC 電磁直通ブレーキに改造していたことから当初両形式の並結は不可能であった。その他、台車は日本車両製造 D18 を全面運転台側連結機を柴田式並形自動連結機を固定連結面側の連結機は棒連結機をそれぞれ名鉄在籍当時と同様に装着する。 導入後は、前回時事定格速度時速六十四キロメートルという、私鉄に在籍する吊り掛け駆動車中最も高い、高速性能を生かし、主に、立山線系統の急行列車運用に重当された。九百七十三年、昭和四十八年春季の立山黒部アルペンルートに、際して、立山線の特急列車増発が実施されることとなり、それに先立って、 本形式のうち14,713編成、14,715編成から14,717編成の4編成8両を対に特急列車運用に供する目的で車内外の改造が施行された。同4編成は車内の客用扉間の座席をロングシートから固定クロスシートに交換し補助椅子と灰皿を設置した。その他、 側窓の日よけを従来の鎧戸からロールカーテンに交換したほか、車内壁部をクリーム色のペイント仕上げに改めるなど、接客設備の改善が行われた。車体塗装も当時日本国有鉄道において導入が、進められていた十二軽客車に歯を取った、濃昆時に白帯を二本配した新塗装へ変更され、イメージ向上を図った。車内壁部のクリーム色塗装仕上げかと、 車体塗装の変更については、同年11月以降14,711編成、14,712編成 14,、14,718編成にも実施された。その後、1975年、昭和50年から1979年、昭和54年にかけて、もは14,710系の台車を従来の D18 から、 ウィングバネ大社の日本車両製造なマイナス35へ順次乾燥したほか、全車を対象に、車内照明の蛍光等化、車内扇風機新設、吊り革の増設、木製客用扉の構成扉への交換などが実施された。なおこの際、クロスシート使用車に設置されていた、補ジョイスは、ラッシュ時の用を考慮して撤去された。ついで、1981年、 昭和56年より、経年劣化が進行した外反の張り替え、及び隙間風侵入防止を目的とした、全面貫通扉の埋め込み撤去が施行された。初期に施行された14,712編成など一部編成は、全面左右の窓寸法に手を加えることなく旧、貫通扉部分へ、左右窓とほぼ同一幅の全面窓を新設したが、後に施行された編成は、 左右窓を広幅化して中央部強幅窓を配置する形態に改められ、同時に全照灯のシールドビームに投下も、思考、片つむりとも形容される特徴的な外観に変化した思考後の形態は、冒頭テンプレートを参照。この際、高運転台仕様であった14,717編成、14,718編成及び区ハ11は、 低運転台化改造が施行されて形態が統一されたほか、初期施行編成についても、後年同一の形態に再改造された。また、外販の張り替えに伴って14,715編成、14,716編成、14,718編成など一部編成は、ウィンドウシルが構内内部へ埋め込まれて、ノーシル構造となった。 前日の通り、本形式は制動装置の仕様など型形式と異なるため、本形式のみの単独運用が組まれていた。そのような制約を解消するため、1982年、昭和57年には、阪急電鉄より購入した HSC 電直通ブレーキ装置を用いて、常用制度を従来の自動空気ブレーキから電磁直通ブレーキに改め、 運転台主管制御機のノッチ段数を3段から4段に改造し、全面運転台側連結機を、柴田式並形自動連結機ラビコー、式密着自動連結機へ交換した。これにより、本形式は14,760系、120型を除く全ての車両と並結運用が可能となり、運用上の制約が解消した。 同時期に枠波重計11から17の台車を従来の D18 から枕羽根のコイル羽根かブレーキシリンダーの台車枠移設など改造を施行した国鉄正式台車の DT10 に乾した。さらに1985年昭和60年以降車体塗装をオパールホワイト地に窓周りをダブグレーと称する灰色とし、創価に進化車レッドと称する。 赤色の帯を排した標準塗装へ変更した。指鉄においては、1979年、昭和54年の心臓冷房車14,760系導入を契機として、車両冷房化を段階的に推し進め、従来車の冷房化改造を順次実施した。しかし、本形式を含む吊り掛け駆動車各形式や、カルダン駆動車のうち初期に導入された形式については、 経年による老朽化の進行度合いを鑑みて冷房化改造の対象外とし、京阪電気鉄道より3000軽電車を譲り受けて1万30型として導入、比例防車を代替することとした。本形式は1万4717編成が1991年、平成3年4月24日付で除籍されて、以降、順次淘汰が進行し、 最後まで残存した14,711、編成が1993年、平成5年9月27日付で除籍され、全廃となった。廃車後、本形式各社に搭載された、運転台制動弁は130系の転入整備に際して、同形式へ転用された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。